みんな元気。今日話すことは、今お前が女性経験を積むべきなのかどうかって話ね。で、まず女性経験は積むべき。ただ今やるべきかどうかっつったら話は変わってくる。でも女性経験は積まなきゃ女の子に対して自信持てるようになんない。いい？これは過去にも言ったけど、どんなにお前が筋肉つけても、どんなに金稼いでも、どんなにかっこいいファッションしても、女の子と話し方わかんないやつは女の子と話せないから。自信持てないから。ね、デート行った時に挙動るから。普通に。で、たくさん例はある、その。うん。マッチョだけどコミュ障のやつとか、金持ちだけどコミュ障のやつとか。普通に、たくさんあるから、そういう例が。うん。そういうやつに限って、なんで俺持てないんだろう。こんなに頑張ったのに。こんなに頑張って筋肉つけたのに。なんで女に持てないんだ。こんなに頑張って金稼いだのになんで持てないんだ。それはお前が女性経験積んでないからだよ。モテるわけないじゃん。女の子と話し方わかんないんだもん。自信ないんだもん、女の子に対して。ってことで、まあ、まあ大前提として、女性経験は積まないと、後々苦しむよって話ね。うん。だけど、女性経験積むには、めちゃめちゃ時間と、金と、労力がかかるんだね。で、これは、避けても通れない道というか、絶対かかるんだよ。お金がかかるし、時間がかかるし、労力がかかる。で、世の中の男がやってることを想像してみてほしい。Tinder で何時間スワイプしてんの？インスタで何時間可愛い子探してんの？夜の街で何時間ナンパしてんの？女の子との LINE のやりとりに何時間かけてんの？ね。普通に考えてみたら、アホみたいな時間かけてる。うん。特に、目標がなくて、ね、女ってやることしか考えてない猿たちは、マジで時間無駄にしてる。めちゃめちゃ時間無駄にしてるね。もう頭の中が女女女ってなっちゃうと、いやその他のことできなくなっちゃうから。なんでかっていうと、時間と金と労力がめちゃくちゃかかるからね。うん。他のことに意識が向かなくなる。それはジム行かなくなるよ。それは勉強するときに勉強できなくなるよ。女の子の LINE が気になってしょうがないもん。それは副業に時間かけられなくなるよ。朝まで飲んで酔っ払って頭働かないから。まあ、女を追うことによって、いろいろこうやってダメージは受けるんだよね。それは俺も通った道。要するに、めちゃめちゃ効率悪いんだよ。今の世の中の男たち。ね、やりたくてしょうがない、ムラムラしてしょうがない、チンパンジーたちは、マジで効率悪い。バカみたいに金と時間と労力をかけてる。ここはスマートに行きたいんだよね。うん。特に俺の YouTube 見てる奴ら。頭良く行きたいじゃん。そのために俺が失敗例としてここにいるわけだから。じゃあどうやって効率よく女性経験を積むのか。まあ、結論から言うと、結果につながらない追いかけをなくすこと。結果につながらない追いかけをなくすんだよ。結果につながらない LINE だったり、結果につながらないデートだったり、結果につながらないアホみたいなナンパだったり、それをなくすというか、減らすことが大事。もちろん、断られることってのは大事なんだよ。だけど、0% の試合に挑む必要はないんだよね。うん。勝率を上げてから挑むっていうのが大事。俺が言いたいことは。女性経験を積むには、男としての一定の魅力、それを作ってから、それに挑んでほしいってこと。で、これはどういうことかっていうと、しょうもない体、デブガリ、しょうもないルックス、ね、身だしなみ整ってない、髪型ダサい、ファッションダサい、しょうもないコミュ力、ね、人の目見て喋れない、笑顔で喋れない、大きな声で喋れない、ボディーランゲージが縮こまってる。そんな状態で女性経験積もうと思っても、めちゃめちゃ厳しいんだよね、戦いが。振り向いてもらえないもん。勝率低いんだもん。経験積めないんだもん、結局。時間はかけてるのに何も成果が出てないんだよね。成果が出るわけないんだよ。だって、みっともないんだもん。雑魚なんだもん。ね、10点中1点の男なんだもん。もしくは2点。いや、そんな奴が、女性権限積もうと思って、外の街出ても、ね、LINE で頑張っても、インスタで頑張っても、無理なんだよね。ほぼ、勝ち目のない戦いに挑んでるようなもんなんだよ。で、これ聞いて、もうエゴとプライドで、そんなことねえし、みたいな。俺って頑張ってんだよ、みたいな。まあ、そういう気持ちもわかるけど、ここは認めないと自分が雑魚ってこと。うん。結果が出てないんだったらね。今まで女にかけた時間、金、労力、それが見合ってないんだったら、成果と。そこは認めないと。自分が雑魚なんだって。
で、まあそれ認めらんないやつは、まあ今すぐここで動画から、まあバイバイしていいんだけど、全然。うん。まあ要するに、10点中1点2点の状態なんだったらね、お前が。女性経験積もうと思っても無理って話。スタートライン立ててないって話ね。じゃあなんでスタートライン立ててないかっていうと、基本的に女は自分より下の男と付き合わないし、遊ばない。まあ例外はあるよ、もちろん。けど極めてそのパターンは低い。で、ここで言う、上とか下っていうのは、ルックスだけじゃないよ。全体的に男としての点数よ。ね。金は稼いでるか、身だしなみ整ってるか、体鍛え上げられてるか、コミュ力あるか。普通に考えて、じゃあデブで、人生に目標持ってなくて、毎晩しこってて、テストステロンめっちゃ低いような、だらしない男に、女が魅力を感じると思うかって話なんだね。いや、感じないんだよ。だから無理なんだよ。厳しい戦いなんだね、それだと。仮にお前が女ゲットできたとしても、お前がじゃあ10点中2点の男だとする。3点でもいいよ。じゃあ10点中3点だとする。お前が、デートで誘える女、一緒に遊べる女、Tinder でマッチする女、それは、相手も10点中3点より下なんだね。10点中3点の女抱いてどうすんの ?10 点中2点の女抱いてどうすんの誇りに思える。10点中2点の女と、デート行って、誇りに思える。隣一緒に歩いて、誇りに思える。だからまずそもそもの時点でそこに時間と金かけるのもおかしいじゃん。だから、俺らがやんなきゃいけないことは、自分の男としての点数を上げなきゃいけない、まず。最低限よ、これは。これをやらずして、じゃあ女性経験積みたいっつって、ね、何時間も Tinder やって、何時間もインスタやって、何時間も夜の街でナンパして、相席屋行って、いや、しょうもないんだって、マジで。で、成果出ないんだよ。で、選択肢が限られてんだね。だって自分が10点中3点だったら、10点中3点より下の女としか、遊べない、付き合えないから。だから、俺らがやりたいことは、自分を10点中6点、7点、8点に、ぶち上げていくってことなんだね。だってどうなる?お前10点中8点の男になったらどうなる ?10 点中8点の女?それ、以下の女に対して、スタートライン立てるようになるんだよ。話、やっと聞いてもらえるんだよ、それで。最初は10点中 3点だから、30% の女しか、選択肢なかったけど、今、80% の女、選択肢になるんだよ。街に出たとしてもさ、簡単じゃん、見つけんの、女の子。だから、その分、効率よくなるし、無駄が減る。その、どこにも、たどり着かない、LINE だったり、どこにもたどり着かないデートだったり、どこにもたどり着かない、まあ、ナンパとか、そういうのが、めちゃめちゃ減るんだよね。自分の点数高めるようになって。しかも、女の質も上がるっていう。だから、自分の現状が今、しょうもないんだったら、まずは、自分磨けって、3ヶ月、4ヶ月で、めちゃめちゃ変われると思うよ。コミュ力もそうだし、ルックスもそうだし、ファッションもそうだし、体もそうだし、もう全体的に4ヶ月あれば、ちゃんと目標を持って、自分に対して素直になって、一つ一つクリアしていけば、かっこよくなれるよ。絶対。うん。だから10点中3点の状態で、闇雲に女にアタックしていくんじゃなくて、まずは自分を高めろって話。で、この自分を高める、じゃあ基準ってどこなのって話になってくるんだね。でどこまで行ったら女の子、女性経験積むっていう、そのフェーズに入れるか、なんだけど、俺が思うに、普通によ、自分に自信があるかって話。自分に対して、質問してほしい。お前自分に自信あんのって。そこで、イエスって言えたら、どうぞ。どん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 女アプローチに行けって。ね。どんどん女性経験積めるように、外の世界出ろって。引きこもってないで女の子と喋りに行けって。どんどんデート誘って、どんどん女性経験積んでいい。だけど、この質問に対して、ノーって答えるようだったら、まだまだ足りないんだよね。うん。自分磨きは足りない。それはコミュ力かもしれないし、体かもしれないし、ファッションかもしれないし、髪型かもしれないし、清潔感かもしれないし、もし本当にギリギリな生活をしてるんだったら、お金かもしれないし、いろんな面で、やっぱりコンプレックスは抱えてると思うんだけど、自信持ってるかって聞かれた時に、持ってるって言えないんだったら、持てるまで自分磨き続けろ。で、これは自分に対する自信ね。女の子に対する自信じゃなくて。女に対する自信は、やっぱり場数と女性経験、それを積んでいくことによって、高まっていくから。これは別物って考えていい。もう、ジェネラルに自分に対する自信よ。セルフラブル、セルフリスペクト。自分をリスペクトしてるか。それを質問してほしい。自分のリスペクトしてる?自分に価値あると思ってる?これが重要な質問。これに対してイエスって言えないんだったら
自分磨け。それイエスって言えるまで自分磨けって。必死になって自分磨け。3、4ヶ月でマジで変われるから。うん。特に俺が言ってることをやれば。ね、過去の動画にいっぱい出してるから、自分磨きどうやってやるか。だから自分を磨いて、自分を引き上げろって。いい？今10点中1点、2点、3点なんだったら、磨きまくれって自分を。で、5点、6点、7点に引き上げてさ、楽にしろって。ゲームを。ゲームだと思っていいよ。女の子との関係、ゲームだと思っていいよ。ゲームを楽にしろって自分のレベルを上げて。これが一番効率いいんだよ。いい？なんでかっていうと、アプローチした時に振り向いてもらえる可能性が断然高くなる。うん。だからお前が女だったら考えてみ？デブでだらしない汚いやつがさ、声かけてきた時と、身だしなみ整ってて、爽やかで、自信あって、コミュ力ある、イケてる人が声かけてきた時。もしかしたら両方断る可能性もあるけど、どっちが可能性高いっつったら、後者でしょ？間違いないっしょ？自分を引き上げろって。で、レベルが低い状態で、無理な戦いはするなって話。不毛だから。無駄だから。めちゃめちゃ時間と金と労力かかるものだから、女って。効率よくやんなきゃダメよ。最後に、もう一つ、自分磨きに専念すべき人がいる。それは、もう女性関係を一周終えた人。一周終えたら、もう一回自分磨きに専念しろって。もし分かったら自分が、あ、俺はもう女ゲットできるって気づいたら、それはもう自分磨きに専念すべき時、一回戻らないと。いつまでもずっと女追いかけてるようじゃダメよ。自分磨きに戻んないと。ね、それはもちろん楽しいよ。ね、友達と遊びに行ってさ、女引っ掛けて持ち帰れるとかさ、ね、デートを誘って、それで女ゲットできたとか、ね。最高な気分よ。だって俺らそもそも、なんでこの世の中にいるかっつったら、女ゲットするためでしょ。生物的にね。実際にそれ以上に大切なことあるけど、まあ、生物的に考えたらそういうことじゃん。俺ら本能に刻まれてんだよ。女ゲットしたよ。よし、最高な気分って。だけど、もう自分にできるって分かったなら、戻れって。自分磨きに戻れって。で、大体7、8点の男が多いから。これは俺も含めて。ここで満足しちゃうと、9点、10点の女は抱けないんだよね。9点、10点の女の子はゲットできないんだよ。9点、10点の女の子ゲットしたかったら、この女遊び一周終えたら、こっちの9点、10点の世界に踏み入るための努力をしなきゃいけない。お前が7、8点の男だったら、9点、10点の女は抱けないんだよ。点数的に無理なんだよ。だから9点、10点に自分を引き上げるために、やっぱり自分磨きにもう一回戻らないと。で、調子乗って、ずっと女遊びしてたら、お前ずっとそのままよ。ずっと7、8点よ。で、この7、8点卒業して、9点、10点に行くには、やっぱさらに自分磨かないと。で、それは収入面もそうだし、で、ルックスもそうだし、体もそうだし、ステータスもそうだし、もう、男として、もう一段階上に自分を引き上げないと。いつまでも女を追いかけてるようじゃしょうもないんだよね。時間と金と労力すごいかかるから。で、俺が彼女作んないのはそこに理由がある。だって彼女作ったら時間と金と労力かかるよ。はい、このように彼氏とデート行きたくない女なんていないし、お泊まりしたくない女なんていないし、旅行したくない女なんていないんだよ。で、要するに付き合ったらそれ3つ全部求めてくんだよね。で、長く付き合ったら子供求めてきて、長く付き合ったら結婚求めてきて、どん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 お前縛られていく。それで、金と労力と時間全部吸い取られてって、じゃあお前何が残るのって話。目標どこ行った？ビジネスどこ行った？やるべきことどこ行った？全部女に費やしてんじゃん。全部女に費やしてんじゃん。それが女の子の危険よ。だから、俺は、それが理由で彼女を作ってない。分かってるから結末が。のめり込んじゃうから。それに。それが第優先になっちゃうから。第一優先になっちゃうから。で、それにめちゃめちゃ時間と金と労力がかかっちゃうから。まあ、それはちょっと。まあ、今回のネタとはちょっと話が変わってくるんだけど。あと、もう一つ自分磨きに徹するべき人。それは、今田舎に住んでて実家暮らししてる人。いや、しょうもないって。マジで。だって、選択肢が少ないじゃん。最初からもう。それはもう自分が10点中、10点だろうと、選択肢がないじゃん、だって。田舎だったら、ほぼ。めちゃめちゃ限られてんじゃん。で、実家暮らしでしょ？どうすんの？何？女の子じゃあ、家に持ち帰って、親の前でやるの？って話になってくるから。普通に効率悪いんだよね。じゃあ、毎回ホテル行くのか、効率悪いじゃん、普通に。金かかるやん。だから、まあ、それ関係ないぐらい稼いでんだったら、そもそも多分一人暮らししてると思うし、田舎の実家暮らし、ちょっとナンセンスだから、女追いかけるのやめて、だったら、
実家出るまで自分磨いた方がいい。そういう期間だと思って自分磨きに専念した方がいい。メンタルヘルス整えて、フィジカルヘルス整えて、最高の状態を作った方がいい。勉強した方がいい。自分に集中するべき時を。で、まあ年齢によっても変わってくるから、一概には言えないんだけど、特に中学生、高校生ってなってきたら、まあそれはそれで話変わってくるから、全然田舎で実家暮らしでも、まあ女性経験として積むためだったら別に全然いいんだけど、大学生、社会人、で、田舎実家暮らしで、女追いかけてもしゃあない。時間の無駄。それこそ効率悪い。うん、だったら自分磨きに徹して、最高の自分作って、自分の点数上げて、都会に出て、ね、選択肢、オプションいっぱい持った状態で、女性経験積んだ方がいい。そんな感じかな。だからまあ、自分に素直になって、今、自分を磨くべきなのか、それとも、外の世界に出て、女性経験積むべきなのか、自問自答して、自分なりの答えを出して、アクションに移してください。ってことで、きつい時こそ、やらなきゃいけないことやろうぜ。じゃあ。